こんにちは、木曽あずきです。後ろに見えるのはペットの動画編集士。誰がペットだ。今日はね、アルケミアストーリーで遊んでいこうと思います。の前に、なんだ、なんで自分だけ強そうな装備してるんですか。お前のさじ加減なんだが。許されざると思います。じゃあお前が着ろよ。いや、その衣装が似合うと思うんですか。意外といけるかもしれないだろう。一旦着てみたらどうだ。そこまで言うなら。着てみました。私より似合ってるんじゃないか。お、落ち着かない。こんな正統派主人公みたいな格好落ち着かない。そして何よりあなたとペアルックなのが気に食わない。それもお前のさじ加減やるがい。着替えてください、今すぐに。おう、これでいいか。さっきのよりも似合ってるんじゃないですか。せやろか。でも魔法使いは譲れないので返してください、その帽子。とりあえずここまでの時間を返せ。よし、やっぱり時代は魔法使いですよ。でもお前の武器探検じゃん。は、見てください、この魔法のステッキ。おい、逆サイドを見せてみろ。うるさいですよ。まったく、これだから最近の神様は。この溢れ出る魔力を分からせてやりますよ。フラエ、魔法アタック。物理じゃねえか。からの魔法アタック。だから物理じゃねえか。どうですか。完全に魔法だったわ。でしょ？あ、あれ？なんかめっちゃ見たことある人がいる。知り合いか？いや、知り合いではないんですけど、なんか好きだった漫画の主人公にそっくりな気がする。It's my life な。というか、これがきっかけでインストールしてたもんな。何か素敵な家具を貢いだ方がいいだろうか。でもお前の部屋マジで何もないじゃん。無の空間じゃん。いや、ほら、あずきのマスコット代表の喋る墓とかどうですかね。家具とは。末永くお幸せに。ところで、多分今のところ何するゲームかマジで伝わってないけど大丈夫か。続きはウェブで。これはひどい。始めたばっかりでよくわかってないんですけど、ソロモードがあるところ素晴らしいですよね。あーな。雑音がなくてとてもいい。雑音言うな。くらえ、魔法アタック。物理じゃねえか。